今、政府参考人のご説明というのは、今おっしゃられたようなです、ね、まず3つの自由について、無過失責任が船舶所有者に限定されているとで、保険者においては被害者から請求の提起があった場合には、その3つの場合以外はです、ね、あま弁ができない。 とということですねそういうことが条文上あの、きちんと担保されているので、まあ、事実上え、被害者にはあの保険者から、えーまあ、必ず賠償がされることになろうであるということと、あの過去のこの対戦籍やカンボジアのような件は、まあ、今回の制度ではもう生じ得ないということを、まあ、確認をしていただきます、そういうことでよろしいでしょうか、まあ、簡潔に鈴木地球規模課題審議官、国内申し上げます委員のおっしゃるとおりでございます。 小野裕くん。ではあのまあ我が会派はこの条約のはあの賛成でございます。ではあの前回のちょっと一般の続きと今アメリカとイランの関係が非常に緊迫化しておりましてまさにフォルムズ海峡の閉鎖というよう発言も出ておりますけれどもまあ万万が一にも。 損失危機事態と政府が認定して違憲の戦争によって自衛隊員等が殺傷されることがないようにあのちょっと憲法違反問題について質問させていただきますあの横畑法制局長官に伺いますが配布資料の1ページ2ページでございますけれどもこれ私が出した質問の推奨ですが宮崎元法制局長官あなたの元上司でございますが過去平成15年に まあ歴代の横畑長官以外のすべての長官が行っている答弁でございますけれども、まあ、集団的自衛権の定義を述べた上で、えー、下から4行目ですけれども、九条の下でその校舎が強制されるという根拠を見出すことができない、つまり憲法違反であるというふうに述べていらっしゃいます、でこの質問の終、まあ、横畑長官になってから質問収終も、答弁が聞いたことを答えないんですけれども、私がかつて官僚時代はです、ね、法制局に答弁案を持っていくと、厳しく。 これは答弁漏れであるから、きちんと答弁しなさいと、法制局の参事官から厳しく指導されていたんですが、省庁の方々に今聞くと、逆に書いて持ってくるなと、そのようなことを言われているとも聞くところでございます。で、2ページ目のこの法制局が審査した答弁でございますけれども、一番最後ですね、そのような考え方、つまり限定的な集団的自衛権が許されるという考え方が、存在しなかった当時の集団的 自衛権一般の理解について述べたものであるというふうにまあ言って、えー、おります、まあ、あの何を言ってるのかよく分からないんですが、まあ、では、長官に聞きますけれども、ここで言ってるところのです、ねあのー、理解、理解というのは、宮崎長官、あまあ、宮崎当時第一部長ですけど宮崎氏が行っていた9条の解釈の理解だと思いますけれども、平成15年のこの国会答弁において、宮崎、えー、氏は、宮崎当時部長ですね、宮崎氏は、し 国際法上の集団的自,権団的自衛権はすべて9条の下では行使できない違憲であると、まあ、そういう理解でいて、そういう答弁をしているということなんでしょうか。横畑内閣法制局長官いわゆる新三要件の下において、国際法上は集団的自衛権の行使として、違法性が阻却される武力の行使であっても、 我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として限定されたものは許されるという考え方は平成26年7月1日の閣議決定において初めて明らかにしたものでありますそれ以前においては内閣法制局を含め政府においてそのような限定行使という考え方はなかったわけであり したがって政府の答弁における集団的自衛権といえば国際法上一般に認められる集団的自衛権あるいは我が国を防衛するためのやむを得ないものに限定されないフルセットの集団的自衛権あの別の言い方をすれば自国防衛と重ならない他国防衛のために武力を行使することができる権利として関連される いわゆる集団的自衛権について議論されていたという理解でございます。お尋ねの答弁書における理解というのはそのような意味でございます。その意味で、従前の答弁におきましてはいわゆる昭和47年の政府見解における丸三の結論部分 に対応する答弁がなされてきたというふうに理解しております小君いやあの、聞いたことに、あのちゃんとあの一発で答えてもらえば一言でいいんですけれども、私の質問推奨の質問に答えてくださいということなんですけれども、宮崎氏の,です、ね、あの答弁というものはあの、国際法上の集団的自衛権に当たる武力の行使については、すべて9条の下では行使できないということを宮崎氏は当時、答弁していると、そういう理解でよろしいですね。 横内閣法制局長官、えー。昭和47年の政府見解における結論部分、丸三でございますけれども、そこにはあ、そうだとすれば、我が憲法の下で武力行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫性の侵害に対処する場合に限られるのであって、従って他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とする。 いわゆる集団的自衛権の行使は憲法上許,す許されないと言わざるを得ないと、まあ、これに相当する答えであろうかと思いますあの平成15年のこの宮崎知の答弁は、今、長官がおっしゃった安倍内閣が理解しているところの47年見解の丸三部分ですね、結論当てはめを述べているのであって、9条の、9条解釈の基本的な論理。 国際法上の集団的自衛権はすべて救助のもとでは行使できないといったような、そういう論理を述べてるんじゃなくて、結論当てはめだけを述べてるという理解でよろしいですか、当時、宮崎氏は。宮崎氏は答弁したと本人ですから、結論当てはめを自分は答弁してるんだという認識のもとに、当時、答弁してたという、そういう理解でよろしいですか横浜岳内閣法制局長官。法制局長官の答弁といいますのは、政府としての立場において答弁しているものであり。 あの内心、何を考えていたかということについてあの、私から何かコメントするということではございません小君では、あの当時、宮崎氏はあの部長はです、ね、政府としてあの横畑長官が今言っているような、47年見解の安倍内閣が言っている結論当てはめの部分を政府として答弁しているという、そういう理解でよろしいですか。横畑内閣法制局長官 あの先ほどお答えしたとおりでございまして、当時におきましては、集団的自衛権について、我が国自衛のためのやむを得ない措置としての限定行使という考え方がなかったわけでございますので、いわゆる他国防衛と整理されていました集団的自衛権、一般について、その考え方を前提としてまあ答えている。すなわち 昭和四十七年見解における、丸三の結論部分に相当する答えをしているというふうに理解されます。小茂君、はい。あの結論のためのところを述べているというふうにあのおっしゃられました。あ、では、あの、この三ページのですね、あの、前回、岩屋大臣に、あの。 質問させたときに配布した資料そのままなんですが、横畠長官の答弁が3ページの,ですねあの下に載っています、平成27年のまあ安保国会での8月3日の答弁ですけれども、昭和47年見解を作成したですねあの作成者、4名、一番の最終決裁権者は吉国法政局長官ですが、一番下の部分ですね、太い文字、吉国長官らが9条について、 横畑長官安倍内閣が言っている基本的な論理ですね、限定的な集団的自衛権を許容するその基本的な論理を、そういう考え方を当時の担当者は皆持っていたというふうに言っています、あ長官に伺いますが、なぜ宮崎元法政局長官ですねで、当時第一部長、憲法解釈の担当部長です、宮崎部長はこの横畠長官らが頭の中に持っている基本的な論理を法政局の中で伝承されてなかったんでしょうか。あるいはは宮崎部長は当時 9条の下で基本的な論理というものが成立しうるということを、長官がおっしゃった、横畑さんが言っている,あ長官が言っているように、考え方をちゃんと頭の中に持って答弁をされていたんでしょうか、その2点、なぜあの頭の中にまず宮崎部長は当時、答弁当時持っていたのかどうか、あるいはあのあ宮崎部長の頭の中分からないんだったら、政府として9条、えー、の下で、えー、基本的な論理のあるものが成立するということを、政府としての認識があったのかどうか。 でないんであれば、なぜ法制局の中で、そうしたことが伝承されていなかったのかを答弁してください。横畑内閣法制局長官、えー、宮崎元内閣法制局長官の頭の中は存じません。えー、従前、なぜ、えー丸あの、昭和47年見解の丸3部分の結論のみを答弁していたのかと。 いいう点でございますけれどもまさに平成26年7月1日の閣議決定以前におきましては集団的自衛権の行使として違法性が阻却される武力の行使であっても我が国を防衛するためのやむを得ない自衛の措置として限定されたものは許されるという考え方に至っていなかったわけでございますので従前の答弁は そののようななものではない我が国の防衛とは重ならない他国防衛のための武力の行使、まあ、そういった観念で捉えられていた集団的自衛権一般について答えていたわけでございまして国会等におきましても集団個別的自衛権のみが許されるというその結論部分を説明するということで足りていたということであろうかと思います。 小汁君大臣の質問ができなくなるじゃないですか、通告している、あ長官に伺いますあのよ、吉国長官らは基本的な論理を持っていたというのは、あなた、明言してるんですから、吉国あの横畠長官、この吉国長官らが認識していた、救助の下で成立するその基本的な論理というものを、あなた、いつ誰かで聞いたんですか横畠内閣法制局長官。何年か前に、もう何度か何度もお答えしたかと思いますけれども、 昭和47年の政府見解そのものつまり吉国長官の答弁、えー、ルール答弁がありましたけれどもそれを整理して、えー、論理的にまとめて提出したその昭和47年見解の丸1部分丸2部分というのが基本論理ということでございまして、えー、丸3のおそれは当てはめによる結論部分とは別の一応別と。 区別されるものでまあ今般というかあの審査要件におきましても丸一丸二の基本論理は維持した上で丸三の結論部分の一部を変更したということはこれまでもたびたび説明させていただいているところでございます小西博君もうさっき聞いたこと全くございませんがもう一度聞きます吉国長官が九条において、えー、可能であるというは許容されているい基本的な論理を その後の歴代の法制局長官、あるいは憲法大統の宮崎、当時の宮崎第一部長らが伝承されていなかった、伝えられてもらうえ、らえてもらった、その理由は何ですか横畠内閣法制局長官、答弁完結に願います、えー、基本論理、47年のお政府見解において示された基本論理までさかのぼって、えー、突っ込んだ議論をする必要がなかったと。 いいううこととであろうかと思います結論を述べれば足りたということでだろうかと言ってください。あの限定的な集団的自衛権なるものが可能かどうかというのは、47年以降も何何数えきれないほど国会で議論されていますよ、あの岩屋大臣、ちょっと今日時間切れてしまいましたけれども、これ、もう実はペテンなんです。 ペテンで憲法破壊をして集団的自衛権というのを可能にしているんです防衛大臣としてそうした武力行使を断じてなさってはならないということまた質問しいたさしていただきますけど申し上げて質問を終わりますあの長官の答弁拒否に断固抗議いたしますで、抗議というか厳重注意いたします終わりですかちょっと入れ替えがございません山川大